カルマンウズ列のシミュレーションカルマンウズ、またはカルマンウズ列は流れの中に障害物を置いたとき、または流体中で個体を動かしたときにその後方に交互に、できる渦の列のことを言う。ハンガリー人の流体力学者、カルマン・トードル・ r m n ードールにちなむ。流れの中に障害物を置いたとき、または流体中で個体を動かしたときにその後方に交互に、 できる渦の列のことを言う。渦は霊人力を持つので、流れ場の中に置いた物体は振動する。空中に張られた電線がビュービューと音を立てる現象や、一定速度で走行する自動車のアンテナが振動する現象などの原因となっている。渦放出の周波数と流速の関係は、それらを無次元化したストローハルスストリートと、レーノルズ数理によって、一般にストリートイコール、 F と表される。物体が円柱の場合、D イコール103から105の範囲では、ストリートイコール約0.2で、ほぼ一定とされる。カナリア諸島とマデーラ諸島から、南南西に伸びるカルマン渦型の雲陶器の約島や、チェジュ島など、島の風下側に雲渦が、列状に並びカルマン渦を形成することがある。この雲ズは主に下層の漱石雲で構成される。 高さ 1km 付近に顕著な気温逆転層があり、山頂がその上端よりも高く、風向がほぼ一定で、比較的強い風が吹くなどの一定の条件が揃うと発生することがある。雲渦ができる高度は500から 2000m 程度、長さはおよそ500から 1000km、渦の直径は20から 40km となることが多い。低乱流の中で、 断面が均一な形状の背の高い構造物にはカルマン渦列ができてしまう。渦が物体の側面に沿って発生する周期的な横風の力は工学上望ましくない。エンジニアにとっては潜水艦の潜望橋から工業用煙突や超高層ビルまで様々な構造物を設計する際に渦の影響を考慮することが重要である。 このような円筒体の不要な振動を防ぐために、下流側に縦フィンを取り付けることができる。縦フィンが円筒の直径よりも長い場合には、渦が相互に作用するのを防ぐことができ、渦はくっついたままになる。高いビルやマストのような風向きが複雑なものについては、上部に大きなネジ山のようなら旋状の突起や凹凸を設けて、非対称の立体的な流れを作り、 渦が交互にできるのを抑制することがある。高層ビルの対策として高さ方向に直径を変化させるテーパリング形状を採用することでビル全体が同じ周波数で冷震されることを防ぐ。コンクリート製の冷却塔で特に密集して建てられている場合は不安定になることがある。1965年にフェリーブリッジ発電所 C の3つの タワーが強風のために崩壊したのは渦の発生が原因であった。カルマン渦は飛行機にとっても問題であり、特に着陸時に問題となる。崩壊するタコマ橋アメリカ合衆国で起きたタコマナローズ橋崩壊事故の原因はカルマン渦の発生メカニズムと同一である。欧風の中、剥離の発生しやすいエッジ型断面の橋梁に、 カルマン渦を生じるような不安定な剥離が起こり上下に橋が振動、共振し、崩壊に至った。この事故後に建設された橋では、剥離を抑える、要流線型に近い断面形状を採用するなどの対策がなされた。余談だが、この事故の調査委員会には、カルマン自らも参加していた。あるレーノルズ数の範囲内では、 単位時間あたりに発生する渦の数は流速に比例するので、この原理を用いた流量計が工業分野で用いられている。これを下流量計という、自動車のエンジンを電子制御する際に燃料噴射量を決定するためにエアフロメーターを使用して吸入空気量を常に測定する必要があるが、流路に障害物を置き、その後ろに発生する、 カルマン渦の数を超音波で計測する方式が日本社へ採用された事例がある。魚は泳ぐ時に尾びれを運動させ、後方に千鳥配置の渦列を作る。これはカルマン渦に似ているが、渦の向きが逆であり、逆カルマン渦と呼ばれる。逆カルマン渦は安定した渦列ではないが、渦の向きが逆であるために交流に発生する誘導速度が推進力を生み出す。 ありがとうございます。